の皆様こんにちは、ホステルと申します。プレイステーションのサイレントヒルで遊んでいきましょう。噛んでる。はい、どうもよろしくお願いしますね。いや、学校まで来て娘の手がかりを探してね、屋内のマップに入ってハンドガン使っても不具合が出なくなったんだよね。それだけでもすげえ嬉しくてテンション高くいけるぜ。しかも無理やりでもテンション高くしないと怖すぎてプレイできないんだよね、このゲーム。というわけで本日もよろしくお願いしますね。では今学校の1階にいるんだけれども、探索できる範囲が思いのほか狭くて、鍵がかかっていたりとか、わけのわかんない謎解きがあったりとかで、まだ全然入ったのはいいものの探索ができてない状況なんだよね。一応地下に行ける。ここ中には何もない。あ、行けないんだ。じゃあ2階の探索に入っていきましょう。大丈夫かこれ、怖えんだけど。先に屋上を覗いてみようか。屋上はそんなに広くないしね。なんかノイズが少し聞こえる。あ、いけないか。けどさ、マップ上にこのルーフがさ表示されているのって何なんだろうね。壊れてる扉を開けて先に進むことが今後できるっていうことなのかな。奥から来そうだよね、敵が。ちょっと怖いんで、マップ頻繁に開くけど勘弁してくださいね。許してくれ。いるわ。敏感人だけあってエイムがあんまり良くないんだよね、ハリー・メイソン。屋外ではハンドガンを使うとノイズが発生するから、その分屋内ではガンガン使っていきましょう。外に出るとまた縛りになるからね。あ、いける。だけど、ここ行けるのはいいけれども、教室か。探索は少しずつしていきたいんだよね。できる範囲で。なんだ？どこ？いた！3発当てて転倒させて、で、ローキック。とどめを刺していく！うわ！これ掴まれてる時も開けるんだ。言ってる場合か。あっね、怖っ。これってもしかして生徒の慣れの果てとかだったりとかすんのかな。栄養剤も13個もあるんじゃねえか。やばいな、難易度ノーマル結構ぬるゲーではさらに栄養剤が出てくる。生徒の机とかに何かあるかな。この扉は行き来できるよね。よし、扉を調べてマップにチェックを入れておきたいから。こう隣のさクラスにさ移動できる扉が教室内にあるっていうのは斬新じゃない。アメリカはこうなのかな。日本だったらないよね、そういうの。休み時間とかに隣のクラスの好きな子に会いに行く、行ったりとかするとかにするときに使うのかな。役に立つそうなものは入っていない。このクラス何もねえじゃねえか。入ったのはいいことの、至る所にアメリカ州の地図があるけど、いや何もないってことあるか。だけど一応周り少し調べていこう。ライドで照らしながら消したら全く何も見えないからね、このゲーム。ただ敵にも発見されづらい。では2階のトイレも覗いていこうか。じゃあ一応こっちの前の扉も開けといてね。地図にチェックしておく。トイレの中に敵そういそうだけど、トイレ怖いよね、こういうゲーム。例によってバコンやめて、バコンやめて、バコンやめて。
で、なんか泣き声みたいなのしたんだけどね。あ。いや。ねえ。やだやだやだ、嫌すぎる、嫌すぎる。何、呪い？今の。あー、ちょ、後ろからも。ちょ、連射。ちょ、なんで？なんで照準が向いていない？蹴って。いやー、不意打ち食らったな。栄養剤ガブ飲みしていこう。案外栄養剤の回復量が少ないっていうのと、あとそれとキャラクターの体力そのものそんなに高くないかな、このゲーム。何さっきの鳴き声ね、この男子トイレ。鍵を開けた、一方通行なんだ。ここ開けられるようになる意味ないよね、多分。上からぐるっと迂回して回ってくるような感じでもねえし、これ道順通りっていうかルート通りに探索してれば、ここカチャって鍵を開ける必要もないんじゃない。普通に自然な流れにここに来ることになると思うんだけど、反対側からは鍵なんだろうけれども。それともなんか俺鍵持ってたっけ。持ってないよね。さあ次どっちから探索する？北から順に行くか、南から順に行くか。ただいま鍵を開けたっていうメッセージが出てきた以上、こっちから行った方が良さそうだよね。イエス、倒した時案外外すな、こいつ。5発に1発ぐらい外すぞ。中で、リロードは手動で行っといた方がいいよね。なんか今弾一発しか減ってなくなかった？気のせいか。で、音楽室。いや、このカメラアングルが怖い。もうこれは月光を引くのでは。あ、また血文字が。声なき鳥の飛び比べ、最初に飛び出す欲張りアヒル、ご褒美欲しくてたまらないバタバタ動かす白い羽で、続けて飛び出すキトリやペリカン、ひょいとアヒルを追い抜いて見下し見下ろし得意顔。その次飛び出すツバメの高さ、ペリカンよりも上だったにやりと笑うと宙返り、連れてきたのはカメムの水兵、平凡なりには努力してアヒルに勝ったがその程度。いや、なんかこれ順番通りにやれっていうやつじゃない？鳥を。バイオハザードゼロでも似たような謎解き見たことあるんだけど俺。で、最後に来るのは銀色ご褒美誰のもの、金ピカメダルは誰のもの。だから、ほら、白銀の月とかなんとかあったじゃん、時計台のところに。それじゃね？それの謎解きのヒントだわ、これは。鍵がかかっているわけでもなさそうだが、開かない。ピアノは調べられないね。問題はその謎解きをどこで入力すればいいかっていう話なんだよ。あ、一応ピアノって表示されたね。重要なポイントは地図に赤文字でチェックされるから、そういうのはありがたい。はい。やだ。で、何？あ？ちょ、やめて。あ？動いてる。猫ちゃん。あ、びっくりした。やだ。なんだ。
や、外に出たら、これ敵の追加配置だな、多分。ここになんかありそうだ。ロッカー室で触らないこと。何もないんかい。どうやって閉じ込められたの、あの猫ちゃん。ねえ、ちょっとこれ、猫ちゃんの断末魔聞こえたんだけど。俺がこの部屋に来たことによって巻き起こった現象か。しかもアイテムもねえしさ、俺ここに来なかった方が良かったってこと。猫ちゃんごめん、外に出たらノイズするよね、やっぱり。お前か。で、猫ちゃんどこ行った。マジで。どっかから逃げていってくれることを祈る。それとも骨を残さずに捕食されちゃったか、こいつに。しかもこの部屋なんもねえしさ。結果的に来た俺が殺したようなもんじゃねえか。どこ？わい！あぶねえ。ちょっと後ろにも。3で突っ込んでいったら間違いだった、すまん。無用なダメージを。まだ生きてる。ん？お前か、ちげえな。まだいるな。待て待て待て、落ち着け、体力は大丈夫。ゆっくり進んでく。近い。していく。あれ？離れていくけど。え、ヨッチ族か、もしかして。おい、ヨッチ族になってるけど、ドラクエの。だって敵の反応がねえもんな、ノイズ全開でなってるけど。この2体はもう血だまりできてるし、死んでるでしょ、完全に。このノイズの原因は？トボあれ、下の階に降りられるようになったから、これでまたセーブポイントのところまで行けるでしょ。いる！バシッとね。決まる！キャン玉蹴りで敵を倒していく。まだいるね。死ねおる。しゃ。まだいるか。ノイズやまねえもんな。どこだ。いた。あ、不意打ち気味だな。今の鉄杯でもいけたかもしれない、後ろ向いてたから。ちょっと弾無駄遣いしちゃったね。地下覗いてみたいな。けど一旦ここ鍵でしょ、これ鍵開けてセーブしとこう。少し探索進めることにセーブしとかないとね、いつ死んでもいいように。さすがに潰すか、そろそろ。ではもうちょっとプレイしましょう。地下を先に覗いておいて、こっちだね。ノイズはなってないから。部屋は、え、ボイラールームとストレージ。ストレージって一体何なんだろうね。その名の意味の通りで、なんか倉庫的な感じかな。あ、扉開けられないんだ。ストレージは開けられる。あ、ストレージじゃなかった。こっちがボイラー室。ここもなんか謎解きなのかな。うん、なんかバルブがあるね。下手にいじらない方がいいだろうときたか。
そのうちいじらなきゃいけないとき来そうだよね。なんかあれね、ボタンがあるわ。ね、下手にいじらない方がいいだろうって表示された矢先にさ、スイッチがあって押していくスタイルって一体どういうことなの、このゲーム。まあ押すけど、何も起こらない、いいえ。そう、下手にいじらない姿勢はさ、貫けよ、そこは。と、私は言いたいが、クラスルームを覗いていこう。いない？ノイズしねえな。敵いる部屋といない部屋がもう顕著に分かれてるわ。一応歩いて調べてるけど何もないね。でマップにはしっかりとね、生きた証を刻んどいて調べて、で隣の部屋行く。いるだろここは。はい、いるですよね。あ、ヨッチ族がビビらせやがって。あ、このなんか変な鳥の鳴き声みたいなのしてたら別に人畜無害ってことか。なんかそのうち凶暴化しそうなんだけどこいつら。誰だよこれ。小学校の教室にハンドガンの弾なんて持ち込むやつ、出てこい。で扉は全部調べとく。アイテムの類とかまるでないね。 BGM が緊迫感あるものになってくる。何かあんのかな、この先。一応ここ扉開けておこう。鍵を開けてポール。入れない。そうなんだ。え、結果的に何もなくない？ピアノ以降ピアノ以降何もないような気がするんだけど。重要なアイテムとか出そうときとかな。俺がここに来た意味。2階のクラスルームを覗いていこう。ここのノイズの発生源が気になるところ。なんだ2階のクラスルーム。いるわ。なんだすげえ、けだものみてえな鳴き声出すなこいつ。まだいる。ケリー、ケリー、よし、グエーって、ダンバズマはものすごい。ハンドガンの弾、リロードは手動で行っておく。おっ、あ、いたいたいた、今。アイスのノイズの発生源だったね。この教室には敵がいねえか。けどまあアイテムあるかもしれないから周囲はくまなく見ていって、何もなさそう。で扉の更新、こっちから出て、でも残すところ探索範囲もだいぶ狭くなってきた。図書室、科学実験室かな。なんかいるわ、図書室の中。どこだ。うわ、影にいそう。バイオハザードの病院のマップと言わんばかりのこの、あ、向こう側に視点向けたいときどうすればいいんだろう。カメラ向こうに向けたい。よし、来た来た来た。あ、またこっち向いちゃった。何やってんだか。よし、いや、むち、あっちゅい。お前か。人畜無害のヨッチ族。人畜有害のやつらかと思ったわ。ふう。ハントマンの弾を一発無駄にしてしまったな。ビビらせやがって。脅かし要素だろ完全に。何このスペース。
小学校の図書室のくせにさ、本の数少なすぎない？次はライブラリーリザーブ。次こそ敵だろ。あ、いたわ。もう一体いそうだけど。あ、いねえわ。もう一体いそうな感じの時は追い打ちでもう一発撃って弾はもったいないけど、そうやって倒しに行ってもいいかもしれないね。今みたいに。それか鉄パイプで追い打ちするか。ただ鉄パイプで追い打ちしたら結構隙ありそうだからね。そのあたりは一長一短といったところか。ダメージを抑えつついかないと、この先またハンドガンが使えなくなる時が必ず訪れると思うから。ここにも何もない。ここ鍵開いてたっけ？1階2階ほぼほぼ探索できてきたね。なかなか小学校のくせにしゃれてるよね。こう廊下のところにベンチがあったりとか。俺の小学校こんなんなかったぞ。俺の行ってた小学校なんてさ、なんか道路標識みたいなのあったからね。制限速度の向かいだったりとかして、もう走るなみたいな感じでしょうね。なんかあるけど、老人の手の彫像、何かを話すまいとするかのように固く握りしめられている。拾えないのか。他に何か。老人の手の彫像ってさ、なんか少し気になるよね。ハンドガンの弾ゲットして行きへ。他にアイテムは。他に何もない。薬品みたいなのがさ、たくさんあるけど。隣行けるよね。あれ、なんかどっか一つ扉なかったっけ。ラボエクイプメントルーム、こっちからはいけないのか。敵いねえわ。 BGM さん、自重しろ。化学薬品、BGM 自重して本当に。何？蒸留水。使えそうなものはない。化学薬品ってなんだ？実験用具室で手に入れたラベルに濃塩酸取扱注意と書かれている。敵にぶっかけて使用するのかな？どこで使っていけばいい？直近で考えられるとしたら、そう、手の彫像かピアノで使うか。他は使えそうなところないからね。最寄りの手の彫像のところからちょっと使っていってみるか。え？敵追加配置されてんじゃん。違う、ちょっと待って。カーソルはハンドガンの弾に合わせとかないとね、スムーズにリロードするために。ここ？使わないといけないのかな？あ、使えたわ。手の頂上をボロクソにしてアイテムをゲットしていけってことだったとか。金のメダリオン、これ時計塔の謎解きの一つの片割れじゃない？手に入れましたね。よし、ちょっと調べよう。表面に時計台の絵が彫られている。これは時計台で使うとしていいですね。なかなかいい進行ペース。じゃあ今日はセーブして終了にしよう。はい。
もうここ来る必要ないよね。弾あんまり無駄遣いする必要もないかもしれない。ここ突破していこう。で下降りてセーブして今日はこの辺で終了にさせていただこう。いやハンドガン使えるようになったのでかいな。仮にここの学校で使えないんだったらかなり厳しい戦いになっていた、正直なところ。あとちびっこ雑魚的の案外厄介だからね。近づいてきたらすぐあとタックルしてくるし、悪質タックルだからテスパイプの範囲ぐらいまで近づかれたらもう飛び込んでくるから、遠距離攻撃のハンドガンでダメージを与えないと自利品なような回復アイテムが足りなくなるような展開になってた可能性が高かった。だから使えてよかったわ。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。